浅村選手に右中間を打たれたでしょ、はい、あの辺なんかちょっとあんまりいい雰囲気なかったですよね、結局はですから2回の大量失点ということですね。そうですね、あれ乗しちゃったですよね、今日野上が前回完投した野上が2回に打たれました。木村高く上がってるぞ、左中間センターレフト追いかける、フェンス際入った、木村文和にホームランが出ました。第9号のソロホームラン。今日はスタメン起用、この木村文和、二軍から戻ってきてからは初めてのホームランになりました。いやー、どんなゲームでもね、この気迫ですよ、いいですよ、久々ですね、6月21日以来という木村文和のホームラン。いやー、嬉しい一発でしょう。今日結構序盤から積極的にはね、二軍ではもうずっとその一軍の 悪かった頃迷いがあって、はい、積極性も欠いてたんで、その辺を強く振ることを意識して二軍は臨んでたと言ってましたけど、はい、いい顔してますよ、久々の一発です。いい顔してます、9号、まあ、ちなみに打点も6月21日だ。ワンアウトランナーなしで、さあ森友哉ですが、初球打ちファーストゴロ。俺も初球から積極的なフルスイングを見せてきたんですが、いや、木村が一つでもこういうので読み返ってくれるとね、前半戦は本当頑張ってましたからね。いやもう必ず頑張りますよ、この一打は大きいですよ、まあ、今季はスタメンで5番レフトで開幕はスタートした木村、4月結構活躍をした時期もありましたが、どんどん調子が、まあ、月を追うごとに悪くなってしまいました。毎日700本、800本振ってるんですから、結果出て当たり前ですよ。